どうですか？なんかちょっとイケてる感じになってる。アーシャみたいに。このここいいんですか？こうカーテン。うんうん。皆さんこんにちは。人の心を持たぬ鬼、小春です。素人なめんな。アコーディオン初心者おかびです。どうこの画角？アーシャみたい。あるよね。なんかちょっとやっぱ節目じゃない？節目がち。なんか多分アコーディオン広げてる。やっぱ。ああそこ。あのはい、ちょっとスースー母ボタンでちょっと広げて。はい、目が多分ここら辺か。そっちらへんか、そうそうそう。で、鬼多分こんなんでしょ。鬼は何役なの、そのん、え、私はアコーディオニストとして今アーシャ撮ってるつもりだったけど、うん、鬼は、ね、鬼としてのアーシャ。鬼は鬼でしょ。だってこれ鬼としてオファーされたらさ、やっぱこれでしょ。でもそしたらやっぱアシスタントとしてこれぐらいの距離感で多分出てもらうことになると思うけど、はい、鬼の、そう。ということで、前回は聖者の行進レベル1はできてたんだけど、レベル2のね、あのジャーンジャーンがもうあの惜しいところで終わる、うん、2個押しが意外と難しい。まああのやっぱ蛇腹がとても持ってかれますから、うん、やっぱ蛇腹持ってかれ問題でしょ多分、はい、もうそればっかでしょ問題は、うん、じゃあやっぱリズミカルに進んでいかないとしょうがないということでね、うん、今日はちょっと宿題にしたレベル2、はい、両手で弾こうぜってやつをね、うん、さらっていこうと思います。はい、練習しました。練習したんだってね、うん、した。はい、じゃあいきたいと思います。はい、ワン、ツー、はい。あの環境が変わるとなんていうか本領発揮できないっていうか、あと先生が一緒に弾いてくれると思ったら、うん、なんか、あ、そうか、一人でやった方がいい。いや、大丈夫です。次は必ずできます。もう一回行きたいと思います、うん、はい。一人で弾いた方がいける。そんな、まあ、確かに一人で練習してたんで、あ、じゃあそうしよう。まあじゃあ指揮してるから。はい、うん、はいはい、ワン、ツー、はい。まだ用意してなかった。ちょっとすみません。ちょっと待って。鬼の方がちょっと忘れて。もらえるって聞いてきたんだけどな。練習したんだけど。やばいやばいやばい。きたー。はい。今日の新鮮な豆になります。はい、おめでとう。いえ。違う、え、もう自主的にもらう、できたなって思ったんで。あ、確かにやっぱ右手がもう全然もうあれでしょ。そうです、右手はもう完全に来ました、入りました。もう何も考えてないでしょ、うん、蛇腹足りてるかみたいな。やっぱそこそこになるよね、うん、そう。うん、このレベル3ですよね、今日ね。そうですよ。やると思って、あの3のちょっとだけ予習しました、うん。難しかった。そうなんだね。予習してよかった。うん。次のがね。はい。次のこれが、まあまあ、やっぱレベル3なだけあるでしょ。いや、ついにドンちゃんドンちゃん。そう。ドンちゃんドンちゃんですよ。夢のドンちゃんですよ。ドンちゃん。うん。まあでも、小春が言ってるドンちゃんはこれじゃないんだけど。え？うん、小春が言っているどんちゃんしたいはこのどんちゃんじゃないんだけどね。これ、そうなんすか。うん、え、
これはね、あのね、小春のどんちゃんじゃないの。え、違う。これ何のどんちゃんですか。簡単な方のどんちゃん。小春はもうこれのもう一個、もう一個上、もう一個上なんて書いてないから、だって譜面にも、うん、の残念なお知らせだけど結構残念だった今本当。え、ちなみにそのレベル、さらにレベルが上のどんちゃんってどういう感じかだけ一応知っておいていいですか。え、そうなんですか。これレベル3で書いてあるやつ、はい、これはこう同じことをやってる、うん、どんちゃんどんちゃんがね。小春がよくやってるのは交互ベースって言って、交互にベースが動くやつなのね、はい、あなたにも望む道は目指すところはこれです。やったー、嘘だ。え、はい、これは今回の譜面に書いてありません、うん、え、しかもそれ、そうなるとさ、ドを読んで押してるじゃん。ドは読んで押してるよ。今こうだもん。なんで？あれ、こ、ごめん、先生先生、間違えて覚えてきたの、もしかして。ドは読んだった。あなた、ドは読んです。はい3でやったら、だから後に大変だから、ほら。そうですね。これは、これにこれがつく。いやー今日レベル3でこう山をこうちょっと頂点だって思ってたんですよ、うん、じゃないです、はい、じゃあこの練習してきたレベル3ってやつもやってみますか。はい、ちょっと指間違えてたんで今日から4に変えます。やばい、はい、やばい、いきますよ、はい、ワン、ツー、はい。これ足りない以外はだいたいいけたね今ね。うん、あと意外と薬指になった、うん、途端にね、でかいっすね。あのやっぱ薬、左手の薬指って普段使わないじゃないですか。不器用じゃないですかこれって。まあ、うん、そうかもね。でもこれ、え、小指も使います。小春はねほとんど使わないけど、小指も使う人もいるぐらい、このよ、何、このお姉さん指と小指を、うん、あたりを多用してる人は多い。なるほど。でもこの薬指は多用できるとやっぱ後にいいと思う。右手の小指が多用できるといいと同様。なんか無意識にやっぱ自分のやりやすいやつで練習しちゃってました、うん、でもまあその3-2-3-2でやっちゃうとやっぱ交互ベースができなくなっちゃうから。そうですよね、うんうん、でどんちゃんどんちゃんしだすとこれまたさらに蛇腹が足りなくなりますね。2小節おきにスハスハスすればいいんですよね、うん、それがいいと思う、うん、まあ2小節おきっていうか、どんちゃんどんちゃんどんまでだね、やっぱ多分。どんちゃん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 どんの時は、うん、どんちゃん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 どん。そうだね、うん、なんかこの動画をね見てくれてる人がなんか近所迷惑じゃないのかっていうねコメントがよく入ってるんですけど、はい、意外と近所が距離がある、なんか全然大丈夫そう感ない。これ確かにそうですね、あの近所の逆に音も全く聞こえないですね、あのなんか生活音とか。てかまあ近所は生きてるのかな。なんかね隣の建物とか生きてない感じするの、うん、なんか生物いなそうな感じするのよ。なんだろう、わかんない。隣は特にここが生きてるものがいなそう。なんだろう廃墟なのか。そうっすね、あのなんかこう家で、うん、何、いいスピーカーで映画を見る人よりかは全然近所迷惑じゃないと思う。そこに関しては
スピーカーから出す音なんかよりは全然音が小さいと思う、うん、いやなんかみんな心配するからさ、うん、トゥ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 じゃない、ここはやっぱ一小節ずつとかでもいいんじゃない、あー、タッ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 閉じるでしょ、開きで終わりたいから、まあどっかで開くの。なあ、うん、開きで。だって今なくなっちゃったもんね。うん。だから。最後これじゃあ逆にダッチャッダッチャッチャン最後だけ。あでもそうすると、うん。伸びてる音の最中にかこう切り替えるのは良くないんですかね、このまあでもね、それはまあ良くないっていうか、切り替えたなって感じは出ちゃうから、まあその例えば習いに行ってる人とかいたら、多分そういう先生とか的には多分ダメと言われると思う、うんうんうん、やっぱりこれは2小節広げた方がいいんだな、きっとな。でここで、うん、これで、うん、ただこううまくいくかなっていう、やっぱり今指もそうなんだけど、やっぱこれが難しい、蛇腹はね、まあ押しながら引っ張るね、押しながら押すみたいなのがね、やっぱ、うん、こう何ボタンを押しながら引っ張らなきゃみたいなのと、押さなきゃみたいなのがあると、うんうん、そんなに押さなくてもいいのに押しすぎちゃったりしてない、うんうんうん、してると思う、うん、で、うん、あ結構こうボタン使っちゃったなって、後になんか空気いっぱい使っちゃったじゃんみたいなのを、なんかすげえ夢中になってる、そう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 、そこを気をつけた方がいいよね。でなんか素朴な疑問をよく言われるんだけど、アコーディオンってのは一つの蛇腹で右手も左手もつながってるから、例えば右手がだけを小さくするとか、左手だけを大きくするってできないんですかみたいな、片っぽだけをすごいでかくバンって弾いて、でも右手は小さくとか、なんかそういう左右の大小の違いを出せたりはしないんですかみたいな質問されたりするのね。まあ、簡単に言うと、できませんが、できます。どっち何なんちゅうの、こう、錯覚的なことができるというか、こう例えば、左手の方が大きく、出してる風に蛇腹を動かしてバランス調節することはできるの。でも結局は両方とも同じ、なんか左手押すタイミングだけいっぱい引くみたいな感じ。そう、でもこっちも使われちゃうから、うん、音持ってかれちゃう、うん、そうなっちゃうから、でもそれがそんなに気にならない程度の蛇腹の動かし方しとけばみたいな、なんかそういうことだから、できないっちゃできないんだけど、それっぽいようななんか表現はできるというか、へ、その例えば左手に蛇腹を全然使わない、だから左手のこのブンチャンブンチャンって音をすごく小さくするっていう演奏の仕方を例えばするとしたら、右手がでかくてね、うん、みたいな、うわすごい。だけど例えば今オカピがやってる感じは、左手が気になっちゃってるから、右手が小さくなっちゃってる風になっちゃってるってこと。なるほど。でももうちょっと右手がメロディーですよみたいな感じで蛇腹を動かすと、左手はそんなに主張してこないというか、今ブンチャンブンチャンチャンがすごいブンチャンブンチャンチャンになってる、それだからブンチャンブンチャンチャンが目立つような演奏の仕方をすると、みたいな、メインが左っぽくない？そうだね今、うん、もうあの意識もほぼこっちに行ってますから、みたいなね、うん、でも蛇腹は一つだから、うん、同じ音量のはずなんだけどね。だからこれ表現のなんかその、なるほど、結構意識だけで、うん、意識、そうこのレベル3まで行くと
こんなに頑張ってブンチャンブンチャンって左が動いてんのにメインのメロディーは右手ですっていう意識をしなくてはならないというちょっと精神的な行動。そうやっぱりこれなんか左むずいなと思って左ばっか気にしてると左がメインみたいな蛇腹使いになっちゃう。なるほど。そう勉強になります。右がメロディーですっていう感じで弾かないとブンチャンブンチャンチャンが耳に残っちゃう音楽になっちゃう。うんそれはいかんそうなの。そうですね。そうなんです。メロディーを主役に、うん、そうこの曲に関してはね、はい、そうこの曲に関しては右手が主役なんで、うんうんうん、メロディー的に、まあ、全然違う曲もあるから。確かに、うん、もうだってこっちに意識いってるから最初のドミファとかもなんかそうだね。なんかもう、もう、虫の息みたいな、あんまり使いたくないし、ジャバラ。そうそうそう。そうそうそう。そう。すごい先生。そう。で、その、なんか、あ、すす母ボタン。はい。なんか、このレベル3で今、左もちゃんとできないのに、それはっていうのをやってると、マジで、いろいろ高度な曲ができるようになってんのに、どっちがメインの曲だろうみたいな感じになっちゃうようになっちゃうの。だから今ぐらいから、今メロディーは右手ですみたいな感じで弾いて、うんうん、トータルで聞くと右手がメロディーな風に聞こえるっていう練習というかその雰囲気を出しておかないと、ってか出しておいた方があの簡単な音楽でもうまく聞こえる。でそのね余談をするとね、はい、余談をすると、まあ、高度なことができるようになったあたりで例えば右手で伴奏してるけど左がメロディーっていう曲にね、うん、到達するの絶対いずれ、うん、そうなるとさ、みたいなさ、みたいな。でもこれがもう右とかに意識がいっちゃってるとこの和音だ和音だってなってるともう左手のメロディーが全然立ってこないみたいな演奏になっちゃうのよ。うん、だからいつでも右が立ってなきゃいけないわけじゃないからあれなんだけど今どっちが私なんかメロディーかって気にしながら弾くと意外とうまい風に聞こえるよ。なるほど、はい、まあ今大変なのは左手なんだろうけどね。そうですね確実にではもう一回行ってみたいと思います。はい、ワンツーはい。あ、でもなんかさっきと全然違くない？そうですねメロディーが右って感じする。ああ。はーい。あ、でも、わかる。でも全然さっきと違う気がする。聞きやすいかもしれない、こっちの方がなんか。なんかでも、全然、うん。なんかあの、蛇腹の動かし方がこっちの方がなんか、すんなり来る気がしますね。あ、ほんと、うん、まあ、やっぱりなんかね、この左を気にしだしちゃうと、こう、こうやってドミファソーって右手が伸びてんのに、この、伸びてる音に対して揺れ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 ちゃって、やっちゃうんだよね。やっぱ左を気にしてる人は。こうなんか、あの、ドミファ、揺れ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 、みたいな。これを頑張っちゃって。この、なんか、ドミファソーの層が伸びてるよみたいなここでなんか、うん、この、伸びてる音を表現することを忘れちゃうというかさ、うん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 、そう意外と右手と左手どっちかといえば、うん、こっちであの伸ばす音の方が、うん、あの蛇腹の影響を受けやすいのよ。こっちって結構さ伸びててもさ超使うだけでなんか伸びてる音がこの蛇腹のせいで揺れちゃったっていうのがあんまりないの。こっちはもうとにかく量を使うからこんなことにあんまりわざわざやらない限りならないわけよ。でもこっちってなんか結構繊細なさ表現ができちゃうから伸ばしてる音の時に揺れ揺れあなんかこうなんかだいぶ蛇腹が開きました閉じましたの影響を受けやすいの右手のボタンのメロディーの方がね。だからその蛇腹が揺れちゃうことに影響しない方なんか影響するのを気にした方がいいのは右手の方だと思う。特にこっちはなんかもう本当に割と均等にやってればもうなんかだいぶ持ってかれはするけど、うん、その一個のこれがなんか揺れるこんなに揺れるとかっていうのがあんまり ないのよ。なんかこ うトータルでこっちの方が一個の音に対しての蛇腹の使う量が多いからなんかそんな気しない？うん、そう確かにね。そう体感でも左の方が、うん、持ってかれちゃうでしょ。持ってかれるから、うん、だからやっぱトータルで気にした方がいいのは右のメロディーのなんか、うん、と蛇腹の関係。うんうんうん。
確かに右の方がなんか音量がこのさばき具合で音量が変わりやすい、うん、でもまあそれはだからつまりそれで表現がしやできるっていうその良さなんだけどね、うん、もうちょっとした、うん、ちょっとしたこのなんかファーっていうなんかこうもうちょっと伸ばしただけでこういけちゃうから、うん、でもそれはアコーディオンの良さなんでね、そこで表現ができた方が良さそうっていうことです。まあだから軽やかにいったらいいんじゃない、左手。いや、そうなんですけど、ね、あ、そうですそうなんですけど、うん、そうね、はい、はい、薬指がちょっと、そうね、あの、うん、あなたは1週間あの中指でやってしまったっていう問題があるからねはい、うん、じゃあもう一回いきたいと思います。はい、ワン、ツー、はい。出てきました。そうだね、はい、なんか最初の8小節ぐらいは何かを意識してる。よかったです、うん、特に最初の8小節は特にいいです。特にいいです、はい、これはただ単にあの、まあ、ちょっと鬼見解としました。ただ単に前半練習してそれでまあいいや、もう一回じゃあちょっと最初からやろうっていうことを何度か繰り返した結果、後半の回数が減っているってだけだと思う。そうです、練習の回数が、ね、そうなんです。あと後半の方がやっぱいろいろ動くから大変、大変大変なんですよね、うん、だから後半をメインにもうちょっと練習したいと思います。そうだ、ね、はい、あとやっぱこう蛇腹足りなくなるなっていうのはこのタッ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 、あれだ、あれどこ行った、ここだ、すごい、やっぱめちゃめちゃ使ってる、シールめちゃ使ってるシール多用ここでもう返した方がいいですね、うん、うんうんうん、このもうかこの開けたり閉めたりが意外と小刻みでもいい、全然いい、全然いい。それちょっと、うん、まあでもその小刻みの方が、うん、あのなんかちっちゃい子って感じするから、まああのいっぱい広げていっぱい閉じた方がなんかアコーディオン弾きっぽいけどねっていうことぐらい。ああ、全然。でもまあ広げたら普通にポジション大変だから、うんうん確かに、広げたらポジション大変問題が、広げたら感覚が全然変わっちゃうから、あの、うん、そこで F に行こうというもんなら、うん、結構大変、うん、超大変だから、やっぱこれはやっぱもう印をつけて私はこれで行くぞみたいなのやったらいいかもしれないね、もうテッテルっていうあたりはね、テッテルって、そうそうそう、うん、ちょっとあ、また練習してきます。はい、え、これじゃあまたその交互ベースみたいなのが、うん、できるようになったらこの曲はもうあれですか、完成ですか。いや、もうレベル3でとりあえず完成でもいいですよ。すごい、うん、でももうまだレベル3できてないからレベル3が、はい、次回までに完成できそうですかね。できます。本当？はい。そしたら豆より嬉しいご褒美をあげる。なんだろう、豆より嬉しいご褒美を用意したいと思います。豆より大概のものは豆より嬉しいかもしれないですねこの豆美味しいけど大概のものは、いや、もう豆より嬉しいもの、豆より嬉しい気がするけど、でもがん、じゃあそれを励みに、左手の指を間違えてたんでそれをちょっと修正してまた練習し直します。はい、じゃあ豆より嬉しい褒美を楽しみに練習してください。頑張るぞ。はい、それでは皆さんさようなら。ベースできるようになったら相当できる感じ出てくるな。うん、そうだね。まあでもこのレベル3ができたらね、うん、全然